とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はアップデートで強くなったアーティファクトを組み込んで使っていきたいと思います。このアーティファクトです。まず一つ目、式地雷だね。ダメージが増えて、で、自分でダメージを受けることはなくなりました。かなり使いやすくなったよね。そして、アップドラフトの書。これもダメージが増えて使いやすくなったよね。この二つを、防具はこれ。輝くローブの帯電雷フォーカス。これで使っていこうと思います。弓にバブルバースター。これを入れて、バブルダメージで足止めをしつつやっていきたいと思います。どうでしょうか？行ってみましょう。それでは行きますね。プレイヤー速度が 20% 増加して、長弾を持ってる。んで、50% が凍結を持ってるか。まあまあ、特に問題ないでしょう。ほんと今回のアップデートで、アーティファクトはね、かなり強くなったんですよ。ものすごい強くなった。なので、アーティファクト主体の、ビルドっていうのが、結構できやすくなったんじゃないかな。うん、あ、これはあれだね。アップドラフトの章が2つついてても良さそうやね。ああ。全然そっちの方がいいかな。で、地雷は地雷だけでやった方がいいか？いやいや、そんなことないか。うん、普通に両方つけても全然強いね。で、地雷がやっぱりね、自分にダメージ入らなくなったっていうのが、でかい。これは本当に使いやすくなった。前はね、本当使うのに、だいぶ注意が必要だったんだけど、今は全然大丈夫だもんね。おおお、地雷いいね。地雷いいぞ。危ねえ、危ねえ。よし、オッケー。ただちょっと待って、矢がないね。ああ、矢がちょっとないな。まあまあ、今出てきたので、これで増殖をしていけば、いい感じかな。おおおお、またいた。はいはいはい。だからこういう戦い方もできて、まあ面白いっちゃ面白いよね。いつもとは違う戦い方で、やっていけるので、まあまあそれも、いい、ちょっと待って、これ動きにくい動きにくい。ちょっと待って、旗までたどり着けない。いけた。おお、出しすぎるっていうのもちょっと、問題ありだね。でも、どうしても、出すぎるんだよな、これは。やばい、レッドストーンゴーレムいる。こいついると多分、どっちがどっちか分かんなくなりそうな気がする。やばい、帯電で死ぬ。おーい！やり直してます。ちょっと難しかった。で、そうだ、これ分かった。アップドラフトの書って、連発できないんだね。風が集まってきて、ギューンってなるまでに、もう一度発動すると、このギューンって発動しないんだね。これ、良くない。全然良くない。このぴょんぴょんしていれば、ギューン、ギューン、ギューンってこうね、風が発動するならいいんだけども、発動しないのよ。連続発動しない。風が集まって上にギューンって登るまで、この待機してないと発動しないみたいだね。ああ、な、そうだったね。前も確かそうだったわ。だから俺使わなかったんだ。ちょっと待て、これやばいぞ。OK か、こんだけ。罠を敷けば。一緒。いける？いやもうどっちがどっちの罠か全然わかんない。まあいいや。もうこれで倒したっしょ。しゃあ、よくわからん。いや、確かにね、これね、攻撃力自体はさ、増えてんのよ。うん、攻撃力自体増えて、まあ、使い勝手も、まあ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 、良くはなってんだけど、いやー、ちょっと、でも実用的じゃない。とてもじゃないけど、これじゃ使えないわ。難しすぎる。せめてこの、風がね、毎回毎回ギュンギュンギュンってこうなればいいんだけど、ならないのよね。それだけだわ、問題は。
おいおい、えらいこっちゃやな。えらいこっちゃ。ちょっと待って、もう俺も戻れない。なんだこれ、戻れなくなったりとか、もう最悪だ。これは厳しい。じゃあ、まあ、とにかくクリアはしましょう。うん、クリアはしちゃおう。いけるかわからんけどさ、いきましょう。 OK、 ボスの手前まで来ました。あー、もうこれ風の発動が本当に難しい。もうちょっとこれ使い勝手良くしてくれなかったのかな。あ、でもさすがにね、クールダウン10秒であの強い風がギュンギュン吹き荒れたらさすがにダメか。ダメだよね。まあまあいいや、ここはちょっと地雷でガシガシいっちゃいましょう。わあ、わからん、どれが俺の地雷なのかが全くわからん。よし、こんだけ敷いときゃいいでしょうね。ダメなんかい。よし、わからん、これは。いやー、難しい。なんかほぼほぼバブルバースターで倒してるような気がするもんね。はい、今日はね、これはダメだね。敷地雷とアップドラフトの書、攻撃力が増えたので使ってみたんだけども、ダメです。まずアップドラフトの書、これは、連続発動ができないので、使えない。タワーでは使えるかもしれないけども、普段、ぴょん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 して使おうと思うと、難しいです。発動しません。なので、ダメ。で、敷地雷。これも、モッドのボスラッシュとかだったら、敵がね、自分を追いかけてくるんで、これを敷きながら逃げてれば勝てるような気がするんだよね。でも、普段ね、自分が先に進まなきゃいけないフィールドで、後ろにどんどん置いてっても、戦いにくい。確かに自分にダメージはないんだけども、とにかく戦いにくい。後ろに下がれないのよ。ダメだ。全然ダメでしたね。いやー、何かいい使い方があったら教えてください。今のところ何も思いつきません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。